青最高。はい、どうも古川です。今回はですね、サッカー日本代表アジア最終予選日本対オーストラリアの試合を振り返りたいと思います。はい、まあ最近ね、代表の試合はなかなか、まあフロンターレの選手が出ることがなく、まあ、前回の代表シリーズの時も出てなかったのでね、まあ振り返ることはしませんでしたけども、今回はやっぱ振り返らず終えない試合になってしまいましたんで、はい、振り返りたいと思います。はい、まあここまでの日本代表って、まあ 4-5-1 で、まあ簡単に言えば後ろからロングボール蹴って大迫選手に当てて、そこから、ポストプレーしてマイボールにして、そこからまたね攻撃を始めるっていうパターンが、まあ僕の中ではそういうパターンが多かった認識だったんですけど、まあそれでなかなかねこの最終予選では結果が出ず、まあ中国に1勝はしたものの1勝2敗で、まあかなり窮地に追い込まれてしまって、まあそんな中で迎えたホームでのオーストラリア戦、はい、結果はまあ皆さんご存知の通り2対1で日本代表の勝利となりました。はいはい、まあまあかなり驚きのある、まずはねスタメン発表で、まあ、システムというか形を変える、まあ、4-3-3 に近いと思うんですけど、まあ簡単に言えばフロンターレ、川崎フロンターレのようなシステムに近い形となって、まあ中盤が逆三角形の中盤で、アンカーに遠藤航選手、そして前に森田選手と田中碧選手が、配置されるという、まあちょっとかなりびっくりするようなスタメンになりまして、ちょっとまあね、前回の、サウジアラビア戦の出来からして、森田選手か田中碧選手がおそらく遠藤選手の相方になるんではないかと、まあ大方の予想はされてましたけど、まさか2人とも出るとは思ってなかったんで、正直ここまで変えてくるかっていうぐらい全く別チームになったかなと思います。やはりまあもちろんシステムもそうですけど、サッカーの内容的にも全く違ってて、あれだけ、後ろからまずつなぐことが僕の認識としては全然ここ最近の代表ではなかったイメージがあったので、まあ、しっかりと最終ラインからビルドアップして、でボランチが受けて、でしっかりとそこから前に運んでいくっていうのがかなり、まあ、急増にしてはかなりできてたかなと思いますし、まあそれはもちろんね、田中選手と森田選手が入ったからこその、おそらくこの戦術変更だと思いますんで、まあ、その辺はいいんですけど、ただこの引き出しがあるならもっと早くから、森保監督使って欲しかったなと思いますけど、まあこの追い込まれた状況で、まあおそらくもうはっきり言って開き直って賭けに出たという感じかなと思います。まあオーストラリア戦、オーストラリアのとの戦い方を考えた上でこのシステムが最適だとおっしゃってましたけど、まあ、正直ね、まあ、オーストラリア運連よりも、まあ、オーストラリアに相手じゃなくてもおそらくこのサッカーやってればもっと早くから結果が出てたんじゃないかなと思いますけど、まあそれはまあ結果論でもありますんで、まあ賭けに出て森保監督賭けに勝ったという感じになりました。まあ試合としてはね、まあしっかりとビルドアップして、まあもちろん先制点
南野選手から田中碧選手に行って、まあ、非常に無駄のないスムーズなシュートで、トラップからのシュートで、やっぱり非常にあれはね、簡単そうに見えて、まあ、戸田さんとかもおっしゃってましたけど、まあ、非常に難しい。しかもあのあれだけの、これだけのね、やっぱ重圧のかかる試合で、しかも代表 A 代表の初先発の選手ですからね、スタメン初めての選手で、やっぱあそこで前半8分でやっぱあれだけ落ち着いて決めきるっていうのは間違いなく素晴らしいメンタルの持ち主だと思いますし、まあフロンターレのね、やっぱりフロンターレを見てきた人、見てきた方ならもう分かると思いますけど、やっぱ田中碧選手はやっぱり肝が据わっているので、うん、かなりメンタルは強靭なんでね、まあ緊張してたと思いますけども、やっぱあの場面で決め切ったっていうのは本当に大きい、日本にとって本当に大きいことだったなと、はい、改めてあの1点目が本当に大きかったかなと思います。はい、でまあ、その後も、まあ、日本がしっかりとねビルドアップして、オーストラリア陣内にしっかりと攻め込んで、やっぱこれだけ、まあ、最近にはなかったサッカーの中身がかなり入ってきたので、やっぱ見てて面白いですよね。やっぱあれだけ球際しっかりと全員がハードワークして、まあ正直言って、まあフロンターレ見てる身としては大迫選手の追い込み方がちょっと甘いかなと思いますけども、ただまあある意味急遽やってきた、やった戦術だと思いますんで、まあそれにしては本当にかなりね形にはなってたので、うん、まあこれをしっかりとね精度を上げていけばかなり世界でも戦えるチームになるんじゃないかなと改めて感じましたし、やっぱ選手はやっぱ揃ってるなと思いましたね。で、まあ、やっぱ田中碧選手も森田秀正選手もね、やはりしっかりと相手に要求をかなりしてましたし、やっぱ話し合いがかなりね行われていたので、やっぱあの辺はかなり大きかったたかなと、やっぱ試合中でどんどん成長していったんじゃないかなと思います。代表がやっぱこのフォーメーションでやるのもおそらく初めてだと思いますし、まあ、メンバーでやるのも初めてで、いろいろすり合わせを本番でしていく必要があるのは間違いない、なくて、やっぱそれをしっかりとね怠らなかった選手たちが本当にこの試合をねより良くしたと思いますし、まあ、ある意味監督、まあ、森保監督ですけど、まあ、ピッチに入ってしまえばおそらくもうあの中ではもう田中碧選手と森田選手がかなりチームをね引っ張って、やっぱ声でも引っ張ってましたしプレーでも引っ張ってましたんで、やっぱチームの底上げをかなりしたんじゃないかなと思います。まあ、やっぱあの2人を中盤に入れたっていうことは、やっぱある意味フロンターレをかなり意識した戦い方をになるっていうのはもう想定されましたんでね、まあシステムもそうですし、やっぱあの2人がやりやすいようなサッカーになるのは間違いなくて、まあその中で遠藤選手があれだけ、ね、急遽入ったにもかかわらず、やっぱしっかりとあれだけのハイパフォーマンスを見せてくれた遠藤選手は、やっぱ改めて素晴らしい選手だし、クオリティの高い選手だなと改めて感じましたね。うん、でまあすり合わせのシーンで印象的だったのは、やっぱ右サイドバックの坂井宏樹選手に対して、まあ、森田選手が、まあ、ワンタッチでねやっぱり縦につけてくれたら、そこからまた前に運べていたシーンでやっぱ要求してた、やっぱあれはおそらく、うん、まあ、川崎のようなサッカーをしてなければなかなかねやらないような、やっぱ門が狭いんですよね、普通の
フロンターレのフロンターレでやってた選手と、まあ、他のチームでやってた選手ではやっぱり 門の狭さが違うし、あとはフリーの定義っていうのがありますけど、やっぱそこの認識もかなり変わっているので、やっぱつけられるかなって思うシーンでもフロンターレの選手にとってはかなり余裕でつけてくれても大丈夫っていう感じもになってしまうので、やっぱその辺のすり合わせやっぱまだまだ必要かなとは思いますけど、ただ、うん、いきなりやってあれだけ高いクオリティをやっぱ出せるっていうのはやっぱり日本代表の選手だなと思いました。はい、まあね、そんな中でまあ前半を終えて、まあ、後半も、まあ、相手が高い選手をどんどん投入してきて、まあ、かなりパワープレーに近いような、もう中盤省略して攻め込んでくる戦術に変えてきたので、まあ、川崎フロンターレもそうですけど、やっぱあのサッカーをする上で、まあ、人数をかけて攻撃をするので、まあ、即時奪回、ハイプレスで即時奪回っていうのがまず一番一つの守備のポイントなので、やっぱそこを相手も回避するためにロングボール蹴って、まあ、ある意味間延びさせる意図があったと思いますけど、ただやっぱフロンターレこの中盤3枚は走れて守れて攻めれるという走攻守揃った選手の3人なので、やっぱなかなかねその形が崩れることはなかったんですけど、長友選手がまあ自己判断で前に出ていって、まあ、プレスに行ったんですけど、まあ、そこをうまく剥がされて、日本の左サイドが完全にガラ空きとなって、でそこに走り込まれて、で遠藤選手が対応に行ったんですけど、間に合わずにクロスを上げられて、まあ、マイナスの絵のクロス、マイナスのクロスですね、まあ、そのマイナスのクロスが完全にドフリの選手が入ってきたところで、守田選手がねスライディングでまた倒してしまって、まあ、どうからどう見ても外エリアの外でしたけど、まあ、1回は PK 判定されて、まあ、正直ちょっと時間かかってたんで VAR 入ってないのかなと思ったんですけど、まあ、VAR 入っていまして、でフリーキックと、まあ、本来ならやっぱそこで、まあ、なかなかね、まあもちろん絶好のポジションでのフリックでしたけど、まあ、そんなねめったに入らないという感じで思ってましたけど、まあうまかったですね、あれは。あのフリックはうまかった、あのフリックは素晴らしかったとしか言いようがないフリックで、まあ追いつかれて、まあでもあの失点は森田選手の、まあもちろん全くせいじゃないといえば嘘ですけども、まあ、ただそこまで攻められるようなシーンでもないですし、うん、よく戻ってきて守備して、まあわよくばボール刈り取れるような感じでの守備だったので、まあこれに関しては相手のフリックを褒めるしかないかなと、はい、思います。はい、でまあそういう展開で追いつかれてしまって、まあもう日本代表はもう勝つしかないですから、でそこからまあ浅野選手とかまあいろいろ投入して前かなり厚くして、最終盤に浅野選手がまあ左足を振り抜いて、まあ相手のディフェンダーの選手に当たって、まあループみたいな形になって、でポストに当たって相手のオンゴールとなって、まあ勝ち越して、まあ、2対1で勝ったわけですけど、はい、まあ非常に、まあ面白かった上に、まあ、非常に疲れた、はい、見てる側としては疲れた、まあやってる側もそうですけど、うん、非常に日本全体が疲れた試合で、ただやっぱ充実した試合だったかなと思います。やっぱこういう試合をやっぱやってくれれば、やっぱり応援する人はかなり増えると思いますし、うん、やっぱ気持ちも内容もしっかりと入った試合で、なおかつ、まあ、強敵オーストラリアに勝っ
勝てたということで、まあ、ここからねまた、まあ、あと、6戦かな、6戦ありますけど、まあかなり期待が持てるような内容だったんじゃないかなと、はい、感じました。まあ、これやれば普通に、まあ、オーストラリアにも勝てたわけですから、まあオマーンやナベトラベには、まあ、勝てるんじゃないかなと普通に思いますし、まあ、サウジにも、まあ、次はホームですからサウジアラビアも、まあ、その辺考えてもねやっぱりかなり今後に期待を持てる試合になったんじゃないでしょうか。はい、でやっぱ改めて田中碧選手と森田選手のクオリティの高さっていうのは感じましたし、なおかつ、フロンターレのサッカーは間違ってなかったというのも彼ら2人がしっかりと証明してくれたんじゃないでしょうかということで、はい、まあ来月は、まあ、これでね森保監督もフロンターレの力をさらに借りたくなるんじゃないでしょうかね。はい、ということでは三笘選手とか、あとは、まあ、今回外れましたけど山根選手とか、まあ、他にも多くのねスーパーのプレイヤーいっぱいいますんで、はい、選んでほしいなと思いますし、でやっぱこうなってくるとやっぱ森田選手と田中碧選手のまあなんだろうなお手本がフロンターレの10番にいますんで、まあ、もちろんね怪我明けだとか、まあ、怪我するんでね、まあ、その辺はちょっとね、まあ、僕フロンターレサポーターですけどフロンターレファンですけど、まあ、ちょっとその辺を言われると痛いところではありますが、ただ、まあ、選手の質クオリティとしてはやっぱ代表の中心にならなきゃいけない選手だと思いますんで、まあ、呼んでみても面白いんじゃないかなと僕は思っていますということで、はい、今回は動画を終わりたいなと思います。はい、ということで、はい、まあフロンターレ選手今後多く選ばれると嬉しいですけど、まあ、まずは森田選手と田中碧選手、はい、本当に楽しいサッカーをありがとうございました。はい、そして日本の勝利を本当にありがとうございましたということで、はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画をよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。頑張れ日本。